はい、中本白秋の書道講座、これから白秋会の皆様、10級から6級の人たちの漢字半紙の課題、これが課題になりますね。筆使いの基本ということで、美しい、描線と鋳型で見る美しい空間の創造ということになっておりますけども、上の方にですね、細い縦線で、下の方にこう太い縦線横線を書いてくださいということですね。でここではっきり書いておりますけど、筆とこの皆さん、この筆と筆をこう構えて、筆とこの口元がだいたい 10センチぐらい、これを維持しながら書いてくださいって、上半身状態でこう書くためにこういうような気持ちで書いてくださいってことをここで注意されてますね。そしてもう一つはですね、こう書く前にですね、上の文字書くときもっとずっとこう引き寄せて書きやすい位置に構えてくださいと書いてますね。それ早速やってますね。このようにしてここをこう10センチを維持して、そして上体でまず真ん中こう10センチ維持して、こうして体でこう入れて、体でこう入れて、体でで中入れて、ここに書いてくださいって書いてますね。そして下を書くときにはまたずらしていただいて、これ10センチのところ維持して、こう今度太く体で形を戻しながら引きますね。こうして、体で引きます。そして中にこの真ん中に体で行きます。こうやって体で、こうして体で、こうしてくださいと書いてますね。そして、最後にですね、お名前を入れるわけですけど、ここに教室名と皆様のお名前を書いておきます。まあこれをですね、この線だけで皆さん審査されるわけですね。そのことを考えますと、ここの名前をですね、まず10級から6級の方たちが対象ですから、まずいかにきちっとした楷書体で書けてるかっていうことを見られると思うんですね。ですからお名前はしっかり丁寧に書かないと、名前がですね、品質が悪いと審査に大きく影響することが想定されますよね。ですからここに、例えば私たちの教室ですと、ここに白秋と、こうちゃんとこう白秋と、白秋と書いてあって、でここにですね、名前を私ですと、こう中本、爪を、ここにしっかり書きたいですね。以上、こういうふうな要領でですね、皆さんチャレンジしてみてください。ではこれで説明を終わります。